旅の日程ですが、3週間の予定ということになってますが、たまに3年に延びることもありますからね、ご家族に連絡したい方は今のうちにお願いしますね。ジャンククルーズ初めて乗りますっていう人、私もです。それでは間もなく出発ですよ。退場。はい、皆さんこんにちは。私はアマゾン号船長鈴木です。冒険に出発する準備はできていますか？はい、ジャングルには危険がいっぱい、何が起こるか分かりません。そんなジャングル探検の強い味方がこれ。あの鳥、実はワニたちに空の飛び方を教えてるんですよ。じゃあ空を飛んでみたいという方は、ということはそこで降りてワニと一緒に授業を受けていただくオプショナルツアーもございますよ。いかがですか？あれはアフリカゾウ。ゾウといえば長い鼻と大きな耳。彼らは視力があまり良くない代わりに耳はとってもいいんだそうです。では左のゾウさんにパオーンと挨拶しましょう。せーの、パオーン。おー、ちゃんと答えてくれました。大変、あのゴリラピストルを持ってる。皆さんちょっと驚いて、おーっと、あー後ろだ。ほらびっくりした。そしてですが、本日はあちらのバナナをお買い求めいただくと生きたワニがついてきます。ちょっとスリリングなおやつに最適です。お子さんにいかがですか？あのバナナいらない。見てください、この雄大なアフリカ大草原、いろんな動物がいますね。おやおや、あちらでは疲れたシマウマさんがライオンたちにマッサージしてもらっています。ジャングルは温かいところですね。おや、あー、あ、冗談ですよ。あのワニの兄弟、いつもお腹を、あの兄弟がヘビじゃなくてよかった。あー、ヘビ、あー、すっごく皆さん、キラリに優秀な船長に拍手。いやいや、よく聞いてください。危険な音楽さえ聞こえてくる気が。あ、太鼓の音聞こえますか？あれは先住民です。船長学校で習ったんですが、右の人はあの槍を全身で受け止めてください。左と真ん中の人は私の重い槍を心で受け止めてください。皆さん笑ってる場合です。さあ、これから先の裏側に入っていきます。右の人は水の表情をお楽しみください。左の人は岩の表情をお楽しみください。真ん中の人は船長の表情をお楽しみください。船長が一番いい表情してるんですよね。いやー、今日のお客さん素晴らしい。なんだか不気味なところに来てしまいました。一体ここはどこなんでしょう？何かあればお守りの力を貸してくれるはず。よく出して進みましょう。これはサマーの日頃、もしかしてジャングルの守り神？あるの神様が私たちをジャングルの仲間に迎えてくれたようです。
うわーすごい谷です。ありがとう。あれ鼻詰まり？いやー楽しいパーティーでしたね。ジャックル大好きでした。はい、そういう皆さんにビッテンな仕事があります。ジャングルクルーズの船長、お給料もいいんですよ。1日バナナ10本。あそこにいるのはセールスマンサム、ジャングル1の商売上手です。こんなものいらないよと思ってもサムを信じて買えば間違いなし。このお守りも彼から買ったんで、文明社会に戻ってきました。驚きがいっぱいのジャングルの旅、いかがでしたか？またジャングルクルーズの旅に参加、冒険したくなったらいつでも遊びに来てくださいね。それとこれからもジャングルの仲間として自然と必要なサインをお願いします。せっかく親しくなった皆さんとももうお別れですね。とっても寂しいです。皆さんのことはあと15分くらいはありませんからね。皆さん